皆さんこんにちは、オートク学院学習ブログのどしです。今日は日記の動画です。タイトルは通信制高校授業料補助に下がると、これ新聞で読んで今回取り上げてみました。通信制高校の授業料、県内在住者が県内にある通信制高校に通っても県の補助が下りない場合がある。その最大の差が、金額の差が約18万円。で、この18万円って保護者にとっては結構な金額ですね。大変です。で、なぜそうなっているのかというと、静岡県には全国展開する広域の通信制高校がたくさんあります。これは他県の認可による通信制高校で、静岡県が認可したものではありません。なぜ他県で認可された通信制高校が静岡県に多いかというと、静岡県ってなかなかね、県で通信制高校認可してくれなかったんですね。これまで県認可の通信制高校はキラリ高校だけだったんですけれど、今春から2つ新しい通信制高校が加わります。それが沼津中央高校と飛龍高校の通信制です。静岡県在住者が県認可の通信制高校に通う場合、この生徒には県から補助が出ます。これに対して他県認可校、ね、他県認可の通信制高校に通う場合は生徒に補助が出ないんですよ。同じ静岡県に住んでいる人が静岡県内の高校に通うのにこの差が出るっていうのは、ちょっと私は、なんか不公平感、同じ県民なのにこの差が出るのは不公平だなと感じる、こういう気持ちが生まれるんですけれど、皆さんはいかがですか？で、やっぱ大都市圏でのこういうのもなくなってます。東京都では都民の保護者を対象に全日制と同じ水準で通信制高校どこであっても補助が出ています。で、大阪も24年度から東京都と同じこういう制度を設けるとこう言っています。静岡県も早くやはりどちらでも補助が出るようになってほしいなと感じています。今回は通信制高校で授業料の補助に差が出るというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。